小海町をワイン用ブドウの特産地にしようという取り組みが続いています。その中心になっている移住した20代の男性たちが地元の高校生と苗を植えました。山に囲まれた小海高校、敷地にある斜面に生徒が集まっていました。そのみんなが育ててもらったブドウを一つにまとめて一つのまあワインを作って、小海町ワインみたいなものを作って、でまあきっとねその頃にはみんなも二十歳だから、あのみんなでちょっとそのワインを飲んで乾杯しながら今日のねことを話せたらいいなと思ってます。学校内でのワイン用ブドウ作りです。指導するのは長谷川さんのほか、中村啓太さん、高山望さん、地域おこし協力隊の隊員です。小海町をワインの特産地にすることで町の活性化を目指しています。協力が得られた高校で苗を植えることになりました。なんか緊張します。はい、あの緊張している彼に緊張してます。目や目の向きに注意が必要ですが、バッチリです。1回しか聞いてないのにバッチリです。僕より上手いかもしれない。県内のワイン用ブドウの生産量は全国トップですが、小海町ではあまり作られていません。小海町はワイン用ブドウを栽培するにはちょっと寒すぎるぐらい。温暖化の影響もあり、全国的に標高1000メートル以上の場所でも栽培されるようになり、2020年から試験栽培をしています。大切に頑張って大きくなれって思いながら水揚げしたいなって思います。農業だったりとか、まあ、そういったブドウに興味を持ってくれる子どもとかが出てきたら面白いなとかって思って。この日植えた10本の苗から早ければ3年後にワインが作れる見込みです。